はい、皆さんこんにちは。企業からパーイージーアイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップについてする話をしたいと思うんですけど、本日はですね、ヒップホップの新世代の、王者と言われているあのケンドリック・ラマーについてですね、お話ししたいと思います。はい、ということでですね、今日はですね、ケンドリック・ラマーなんですけれど、あのですね、ヒップホップ界のレジェンドと言われてるあの2パックの後継者なんてですね、言われております。はい、でですね、今日はですね、なんで、ケンドリック・ラマーが2パックの後継者と呼ばれるのかということについてですね、ちょっとお話ししたいと思います。はい、ということですね、まあいつもの通りですね、とりあえずケンドリック・ラマーの簡単なプロフィールの方をご紹介したいと思います。本名、ケンドリック・ラマー・ダックワーズ、カリフォルニア・コンピトン出身、現在32歳、身長168センチ、10代の頃は K.という名前で活動、地元でミックステープを販売、注目を集めインディーズレーベルトップドッグエンターテインメントと契約、2010年最初の小売販売となったオブリーデディケテッドを販売、このオブリーデディケテッドでラマーは認知され始めたということですね。オブリーデディケテッド、ちょっと言いづらくてすいません。はい、それでですね、この翌年ですね、最初のスタジオアルバムのセクション80を発売っていう感じになります。で、このですね、最初のスタジオアルバムのセクション80なんですけど、この販売までにですね、結構有名なアーティストたちとコラボしてます。例えばですね、あのゲーム、バスタライム、あとスヌープドッグとかね、結構本当にビッグネームの人たちと、もうここに来るまでに結構コラボしていました。で、2012年にですね、トップドッグから、メジャーデビューアルバムのグッドキッドマッドシティを、リリースしました。で、この作品っていうのが、まあ評論家からめちゃめちゃ高い評価っていうのがあったっていうことですね。で、この後ですね、ケンドリック・ラマーはですね、12個のグラミー賞を受賞。2017年に、リリースされたあのアルバムダム。はい、めちゃくちゃもう耳もげんじゃないかってぐらい僕聞きました。こちらのダム、もう本当にヒップホップ界でもすげえ名作と言われてるねアルバムの一つなんですけど、このアルバムですね、ピューリッツァー賞の音楽部門を受賞した初の非クラシック非ジャズ音楽家となったということなんですけど、まあ正直何言ってるかよくわかんないんです。まあとりあえずですね、ラマーのちょっと音楽のことに関してはまあちょっとここまでにしといて、で次はですね、あのラマーのことについてね、ラマーの家庭とかそういったものについてちょっとお話しします。ケンドリック・ラマーの名前なんですけれど、アメリカのシンガーソングライターのエディ・ケンドリックスから、来てるということです。ちなみにこれお母さんがつけたそうです。まあもともと音楽家からね、あれ名前来てたわけですね。はい、それですね、でお父さんがですね、ケニー・ダックワース、ギャングスタ・ディサップレイスという、ギャングスタに所属し、はい、ギャング来たー。まあ犯罪都市コンプトンですからね、まあコンプトンといえばギャングスタです。もうなんかいつも僕動画で言ってるけども、ラップとギャングもほんとセットみたいになってますよね。ニコイチになってきてます。このラマーの家族自体がですね、あのギャングスタのブラッズと、繋がっていたそうです。あのケンドリック・ラマーのドキュメンタリーのやつ YouTube にあるの見ましたかね。あれでもそうなんですけど、まあ今でもラマー自体はまあブラッズじゃないと思うんですけど、ラマーの周りはやっぱりその昔からのね、そのブラッズのメンバーがいるっぽいですね。でまあこんな感じ、小さい頃からまあコンプトンなんでですね、まあお父さん思いっきりギャングだったりね、まあそういった感じの環境で育ってきたラマーなんですけど、1995年にですね、ケンドリック・ラマーの人生を変える大きな出来事がありました。当時8歳だったケンドリック・ラマーなんですけど、父親と一緒にですね、あのコンプトンにある、ファッションセンターにですね、2人で行ったんですね。でその時にですね、なんとあのドクター・ドレーと2パックのあの名曲カリフォルニア・ラブのミュージックビデオの撮影をやっていたんですよ。なんとですね、そこで、ケンドリック・ラマーはですね、初めてですね、あの2パックをそこで生で見て、でそこで感銘を受けたと言っています。いやっていうか、あれそもそもファッションセンターなんすか。なんか見た感じ 2000X 年の世紀末みたいな感じでしたけどね。まあ犯罪都市コンプトンっていうぐらいですからね、まあファッションセンターもこんなもんなんでしょうね。いやそりゃねえか。まあこんな感じでですね、もう8歳の時に、2パックにね、リアルに会ってるまあね、ケンドリック・ラマーっていうのはそこですでにあのもうすごい影響を受けてたと言われています。ちなみにですね、ケンドリック・ラマーがですね、あの自身がですね影響を受けたラッパートップ5誰かっていうのをね、質問だったんですけど、2パックをはじめノートリアスビッグ、 JZ にナーズとエミネムみたいな感じですね。まあみんなスーパー大御所ですという感じですね。まあ要するに幼い頃にまあケンドリック・ラマーはですね、2パックにリアルに1回会ってたわけですね。じゃあここからですね、そのケンドリック・ラマーがなぜ2パックの後継者と呼ばれるかということについてお話ししていきたいと思います。そもそもあのブラックミュージックの中のまあヒップホップっていうものですよね、リリックっていうものがお金、名声、あと女、ドラッグ、まあみたいなものがメインストリームで、まあそこら辺っていうのも決まってるんですけど、ケンドリック・ラマーっていうのはまあその社会問題とか、まあ人種差別とか、まあそういったところに結構着手したリリックをまあ歌っているわけです。でですね、ライブ会場でケンドリック・ラマーがですね、あの大勢の客の前でまあこういうことを言ってるんですけど、みんながどのような問題を抱えてるのか俺には分からないし、それでみんなのことを判断することはできない。ただ自殺やうつ症状というのはジョークじゃないんだ。この曲は問題を抱えてそういう思いをしている奴らに捧げる。俺はその痛みを分かる。
みたいなことを言っております。あ、でもこれを聞いてあって思った人もいると思うんですけど、まあ、ツーパックもですね、俺はですね世界を変えることはできない、しかしこのね曲を聞いた奴らっていうものがね俺の代わりに世界を変えてくれるだろうみたいな感じのリリックがあるんですよ。まあこのようにですねケンドリック・ラマーも、まあ、ツーパックも自分視点ではなく、そのリリックに、まあ、お金とか女とか、まあ、そういったものではなく、ものすごくこう広い視野で、いろんなものを物事捉えて、それをリリックで書いてるっていう感じがあります。で、ね、ケンドリック・ラマーにもツーパックにも両方に共通するっていうのが、自分が世界を変えるではなく一人ずつでいいから変えるとか、俺の代わりに変える、まあそういった感じの表現っていうところがかなり近いものがあるっぽいですね。まあそういった感じでメッセージ性が、まあ、非常に強いリリックっていうのが、まあこの2人っていうのがですね、まあ似てるとか、まあね、その後継者って呼ばれるところに当てはまる要因の一個だと思います。それからですね、まあこの話もとても有名なんですけど、ケンドリック・ラマーですねメジャーデビューする前からもうずっと言ってたんですけど、なんとですね夢でツーパックに会ったというね、ことをずっと言ってたんですね。この時夢の中でケンドリック・ラマーはツーパックに、まあ俺の音楽を絶やすな的なことを言われたっぽいです。これすごいですよね。だとすればもう本当にツーパックの後継者、ツーパックからむしろ選ばれてるっていう感じがして、ちょっとかっこいい感じはします。でも僕が前回作ったツーパックの生存説のあれで、もしツーパック言ってたらこの夢何だったんだろうなみたいな、いやそれはなしにしよう、置いとこう。まあそれ以外にですね、まあそもそもケンドリック・ラマーがツーパックの影響をめちゃめちゃ受けてたってことは間違いないですね。ちなみにこういったことがありました。ケンドリック・ラマーがツーパック・シャクールのファンであることはよく知られており、2015年にリリースしたアルバム To Pimp a Butterfly の最後にツーパック・シャクールの古いインタビューに自分の声を吹き込んだ疑似対談が収録されているということがありました。またこのアルバムのタイトルっていうのはもともと To Pimp a Caterpillarというもので、まあこの文字ですよね、見てもらって、はい、この頭文字を取るとはい、ツーパックになるわけですね。あ、こんな感じですね。まあそもそもケンドリック・ラマー自体が、まあ、ツーパックにめちゃめちゃ憧れを抱いてたり、まあ崇拝してる、まあ相当リスペクトしてるっていうのが、まあこんな感じでですね、とても分かりやすくこう表に出てるなっていう感じはします。まあこんな感じなんですけどね、ケンドリック・ラマーっていうのがやっぱりそのツーパックの影響をめちゃめちゃ受けてるっていうのもあるし、あとやっぱりそのメッセージ性の強さっていうのがあります。まあ政治的とか、人種差別とかそういったものに結構着手して、自分たちのことを歌うラップよりもいろんな人たちから共感を得れるようなラップっていうのはやっぱりツーパックに近いものがあったんじゃないかなって僕は思います。ね、そんなケンドリック・ラマーなんですけどね、2017年のダムからですねアルバムまだ出てないんですね。でですね、これ朗報なんですけれど、先月ですね、まだわからないんだけど、先月なんかケンドリック・ラマーのニューアルバムが完成間近なんていう噂もありました。なんかこの情報まだ曖昧なんで何とも言えないんですけど、なんか噂ではちょっとロック調っぽい感じになるっぽいですね。だとしたらめちゃめちゃ楽しみです。ケンドリック・ラマー大好きなんで早く聞きたいぐらいですね。はい、みたいな感じですね。まあなんとなくわからんでもないなとは思いますね。小さい時にね、そうやって実際ねリアルにツーパックに会って、それで感銘を受けて、でヒップホップをやって、でそれはねここまで大御所になるラッパーになれば、それはツーパックっていうね近しいものは出てくるんじゃないかなとは思います。はい、最後にですね、ケンドリック・ラマーのボディーガードがちょっと普通じゃないっていうね、お話なんですね。まあこれ写真で見てもらえばわかります。こちらドン、これ普通じゃないですよね、どう考えても。でかすぎでしょう、人かっていう感じですよね。まあもう一枚これ写真あるんですけど、こちらもどうぞドン。これもうケンドリック・ラマーの頭より肩の方がでかいですもんね。これケンドリック・ラマーお金払ってんならもうこれ肩乗って歩いてもいいんじゃないかってぐらいです。乗り物になります。はい、ということですね、最後はですね、まあちょっとおまけ的な感じのお話をさせていただきました。まあ僕のね YouTube チャンネルはこういった感じでヒップホップの情報と、あとはビジネスの情報を発信しております。ブログの方もやっております。こちらになります。はい、ブログの方はビジネスの情報を発信しております。であと Twitter の方もやっております。この動画の説明欄の方に URL 貼っときますので、そちらの方からぜひチェックの方もよろしくお願いします。みたいな感じで、まあ今回はですね、ケンドリック・ラマー、ツーパックの後継者と呼ばれるね、その由来についてですねお話しさせていただきました。今後もですね、まあヒップホップの情報とビジネスの情報をバンバン発信していきたいと思いますので、よかったらですね、興味ある人はチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとこのチャンネル、あ面白かったな、今日の動画面白かったなって思ってくれた方はぜひグッドマーク みたいなやつよろしくお願いします。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。企業家ラッパー EJI ことエジでした。また次回も見てください。どうもありがとうございました。